あ、でっかい観覧車があるよ。いやでもね、そんな人工的な建物かな、天然のね、自然のね、日本一の山に勝てるわけないんですから。ちょっとそこから山を探しましょうか。やっぱ今時物書いてるぞ、これ。お、うん、一気一体、うん、あ、あったあったあった、これ天保山跡、おお、崩れてたところ、これはちょっと山はもう近いはずですね。なるほど、登ったらその山、日本一の山がどっかに見えるでしょう。よいしょよいしょ。いや、これから始まる登山に比べたらこんなのね、屁でもないですからね。よいしょ。この前行った神社の、ね、あの境内の方のがよっぽど高いでしょ、これじゃね。よいしょ、ここなんでしょうね。よいしょ。お、ちょっと高いところ行ってた。どこにあるんだ、こっち、うん、どこでしょうね。山らしいものが、高い建物、とりあえずその観覧車とその高速ぐらいしか見えないですけど、うん、日本一、もしかしたらあのかくれんぼのうまい山なのかもしれません。どこだ今、私は正直ドキも抜かされてますよ。そういうことか、こんにちは。ん？そこは、なんかの銅像か。え？ん？こっちはないや。こんにちは。お、さてと、山尾佐渡さんとこ、なんかでも古い建物が出てきましたね。なんだこれ、大阪市青年青年連合。おお、うん、なんの塔なんこれ、うん、天保山古戦場、これは古戦場とかあるんや。へえ、やった。天保山のその肝心の山は、山はどれなの、うちを、これは何、大明治元年
3月にのなんか記念して、昭和4年に作った大阪市青年、これ連合か、連合団長、連でしたっけ、総でしたっけ、総合でしたっけ、連合でしたっけ、団って団、うん、まあまあまあ青年団の大阪市だから、そのかなりでっかい青年団でしょうね、の塔ありますよ。これ自分ですか、あ、カンカン のところってことですね。船で、あれですかね、あの、艦隊の艦艦式とかやった場所なのかな？と、戦場があって、あ、あった。え、三角点ここということで、これが日本一の山、そう、日本一低い山で、展望台なんですけど、ここなんだ、あ、その上じゃないんだ、てっきりその上のところ、今登ってきたところなのかなと思って行くと思ったけど、あ、そこから下ってきた、ここなんだ、三角点、ですね、ここが三角点で、高さが、ここの高さが 4.53 メートルってことで、標高4メートル53センチ。これが、三角点が地球上の位置から、高い線で求められているように、地図でいろんなスプレーの基準になるものということで、ここが、基準になっているということで、ここが、4.53 メートルですか。ここが山の頂上なんですよ。いいですか。おお、あんな感じで渡っていくんやつ。何、あ、自転車とか乗っけれていけるんだ。どこに行くのこれ。いいなぁ、そういう海の向こう側に行けるのか。いや、山の一部先から大阪湾も一望してるわけですよね。いやぁ、上でぐいっと伸ばさねえと映さねえな。そうか、そうか、これが噂の、そう、つまり低いところなんで、まさに底辺 YouTuber にうってつけの場所。この塔の、だってこれの方が高いっていうか、すごいよね。うわ、ここなんだ。いや、どぎも抜かされたな。いや、低いとは知っとったけど、よくその私もその違いが分かってないんですけど、こっちはだから丘なんでしょうね。丘なんで山じゃなくて、これはなんか山に定義されるんだっていうような感じみたいですよ。よく分からん。そういうことなんだろうな。これはすげえわ。